はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはこのナンバーズ67パラダイスマッシャーという謎モンスターご存知でしょうか。このモンスターまあ、なかなかの性能をしておりまして、レベル5モンスター ×2 体以上で作れるエクシーズランク5のモンスターでございます。で、この一番の効果がまあまあやばくてですね、1ターンに1度自分のメインフェーズ1に、このカードの素材を2個取り除くと、お互いにサイコロを2回振って、で、出た目の合計が大きいプレイヤーは、次のターンの終了時までモンスターの効果を発動できないし、攻撃宣言ができないっていう。クソみたいなね、制圧効果を持ってるんですよ。だから、テンパイリューとかに刺さります。発動できればね。で、自分の、方が、出目が大きくなっちゃうとやばいんで、出目が大きい方のプレイヤーがやばいんで、なんで、この出目を操作できるっていう効果を持ってまして、エクシーズを持っているこのカードがモンスターゾーンに存在していて、自分または相手がサイコロを振った場合、一旦に一度、そのうちの1個を7として適用できますよ、という、まあ、効果になっています。だから、一応サイコロ振りまして、相手の方が出目が小さければ、相手の方の出目を変えて、で、なんか7として適用して、なんかめっちゃでかくしちゃえばいいみたいな、そんな感じですね。で、まあ、ギャンブル要素は高いんですが、一番の効果決まればめっちゃ強いということで、まあ、今回このパラダイスマッシャーを出していくという、まあ、そういう一気ですね。で、まあ、何で出しているかっていうと、最近診断で、こすり続けていると言われているこのゴブリンライダーですね。ゴブリンライダーさん、エクシーズモンスターいっぱい出せまして、なんかしかも、なんかランクアップマジックサーチできるんですよ。のリバリアンシャークでね、実質。リバリアンシャーク素材、なんか、スカルデッドとかで、1枚ドローして、ランクアップマジックサーチできるみたいな。まあ、1枚っていうか、まあ、4枚なんだけど、4枚ドローして、ランクアップマジックサーチできるんだけど、ここで、ランク3を、アストラルフォースぶっかまして、パラダイスマッシャーにすると、こいつが、素材が3個で出るんですよね。3素材以上でこいつ使うとめっちゃ強いんで。なんで、まあ、その、動きをね、今日は見せていきたいなというふうに思います。まあ、テンパイリューとかね、霊獣とか、インフェルノイドとかめっちゃ多分、話題になってると思うんですけど、僕が今段の診断で擦り続けるのはおそらくゴブリンライダー。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。うわー、最強テグナッツー結局ね、ベイゴマックスプラスデスガイドっていうハンド結構来るんで、3枚3枚入ってるから。これマジで強いですね。お、なんか、これいけるぞ。なんもなさそうだぞ。あ、なんかあるな。あ、ドロバか。ちょ、ドロバマジでやめて。あ、ゾウジーか。ゾウジーはいいや。ドロバ、まあ、ドロバでも別にいいのか。墓穴の指名者2枚持ってくから。まあ、全文字芸人なんでね。こういうね、クソリッキを使うときは全文字芸人にするしかないんですよ、基本的に。はい。なんか、環境デッキと渡り合うためには、クソデッキ、まあ、雑魚デッキで戦う場合、マジで全持ち芸人する以外勝ち筋ないんで、まあ、全持ち芸人をしましょう。とりあえずレベル3のモンスターに対して2ビルをケアしていきます。まあ、2ビルケアもしなくてもいいって説あるんだよね。テンパイ流環境だと。テンパイ流に2ビル刺さんなすぎて、誰も2ビル入れてないっていう説あるから、デッキの中に。なんで、テンパイ流が、お、まだなんかあんじゃねえか、ふざけんな。おい、やめろ。ちょっと待って、無限保養マジでやめて。エフェクトベイラーとかはいいから。ハウフニス。なるほど。ちょ、ワンチャン起こされるか。いや、でも、墓穴あるか大丈夫か。墓穴あるか多分大丈夫だな。さすがに。はい、いいでしょう。はい。ハウフニス、弱っ。墓地の落ち方、雑魚すぎ。制限カード2枚落ちてる草。制限カード2枚落ちてるから強いとも言えるか。レベル3のモンスター2体でオーバーレイ。ビッグヘッドガモンが特殊召喚。普通にティアラメンツですね、薄型の。ゴブリンライダービッグヘッドガボンガの効果を発動。ガボンガの効果によって、ぶっ込みのタグを持ってきて、で、ぶっ込みのタグの効果を発動。自分のフィールド上のオーバーレイトを一つ使って自身を特殊召喚。セイッで、特殊召喚成功した、ぶっ込みのタグの効果を発動。ゴブリンライダーマジックトラップカードを1枚持ってくるのに加えることができる。これによって、ゴブリンライダー第3条というのに加え、第3条の効果を発動。ゴブリンライダーを持ってきて、その後素材を取り除くことによってコンセプトのモンスターを特殊召喚できる。さあ、素材を1個取り除いて特殊召喚。うわっ、そして食らったら効果、自分の墓地からゴブリンライダーモンスター1体を特殊召喚できる。さあ、流れるような、もうゴブリンライダーちか一番、ちなみに環境いろいろ来ましたけど、診断でゴブリンライダーがもう一番使ってるんで、僕はテンパイ流環境とか言ってテンパイ流動画にした後全然使ってないっていうねテンパイリュー感覚、うわ、テンパイリュー強いって言いながら、テンパイリューほんと動画でにした以降、一切使ってないっていう。はい。あ、使ったわ。UR のみデッキで。UR のみデッキで使ったわ。で、一旦これはワイルドライカーをしまして。はい。はい。
ワイルドライカーは、あれでもいいんですけど、ヒロイックの、なんだっけ、名前なんつったっけ、ヒロイックどうちゃら、ヒロイック、コール持ってこれるやつ、あいつとかでもいいんですけど、一応エクストラデッキが余ってる場合は、ワイルドボーライカーの方が、まあ、ワンチャン後手枠にも寄与してくれるんで、あとメインデッキ圧迫しないっていう、そういうメリットはあります。で、インボーカーの、素材を取り除いて、特定のカードを1枚手札に加えつつ、あとで、ミヤンダを特殊召喚したときに出せるので、手札に回収捨てるのが、だから、クーラッターですね。はい。で、一旦マスカレ出すしかねえか。あ、ミヤンダ、あ、ちょっと待って。待って、盤面が埋まりすぎだな。盤面が埋まりすぎだな。ちょっと待ってくれな。盤面が埋まりすぎて、ちょっとやばいこと起きてる。で、こうして、で、ちょっと待って。ゴシップシャドウさん、なんか2ビルに にらみを聞かせてくれてはいるが、盤面が埋まりすぎてうざいって出たんだ。リバリアンシャークを出しに行って、リバリアンシャークさんはちなみに、墓地を送られると、ランクアップマジックカードを1枚デッキトップに置くよという効果あるんですが、これをね、強引に引いていくっていうね、謎コンボです、これ、今回。対応しているのは。はい。で、12シシバイパーからの、バイパーはちなみにエクシーサーにはできないんですが、リンクスアイにはしても OK というそういう話がありまして、で、このモンスター4体を使いましてサルージャスカルゼットをリンク召喚。これちなみにワンドローできればサルージャスカルゼットじゃなくてもいいので、なんか、いいカードだったら教えてください皆さん。一応トルピードが、ね、ワンドローできるんですけど、ちょっとランク3の、素材を使いたくないっていうのがありまして、で、アストラルフォースをスカルゼットの方まで引いていく。で、3枚戻さないといけないので、これとこれと、これか、墓穴持っといた方がいいな。墓穴ってちなみにさ、今さどうなんだろう、なんかでも意外とさ、天敗竜とかに刺さるからさ、ワンキルしてこようとしてたら墓地と星をなんか墓穴で除外するみたいなね、できるんで、一応なんかワンチャン強いって説あるんですけどね。これセアミンですね。で、セアミン特殊でからの、セアミン効果発動、あとこれあれか、でもぶん投げないといけないわ、あれ、これ墓穴ぶん投げるか、クラッタぶん投げる、もうクラッタでいいか、これもういい、クラッタでいいや、もうクラッタでいいっすわ、いらないんで、ランク3出す必要ないんで、で、これで、ジョールリパンク、マダムスパイダー出して、はい、マダムスパイダー打点が上がる、もうどうでもいい、で、マダムスパイダーの効果を発動、トラップカードを1枚回収、ランク3立てながらね、妨害罠回収できるの、マジ最強なんで、パンクは、で、レベル3のモンスターに対して、オーバーレイ、エクシーズ召喚、奇想天使、エンジネル、お前誰やねー。で、スカルデッドの効果で打点が上がる。で、ランクアップマジック、アストラルフォースを発動。最初のモンスターのランクを2個上げるぜ。うおーナンバーズ67、現れろ、最強モンスター、パラダイススワッシャー。俺、これ初めて出した。俺、マスターディエルでこれ初めて出した。で、パラダイススペシャルの効果、オーバーユニットを2つ使って、サイコロをお互いに振るぜ。うおー、これ、小さい方が強いっていう説があるんですけど、9ね。9、6、あ、いいね、6、あ、4、あ、OK、ナイス、6、4、ナイス、なるほど、じゃあ相手の出目、相手の出目の4、7ぐらいにしとくか。で、相手の出目、4の出目を7にして、で、そうすると相手の方が、ものすごい、でかくなっちゃったんで、なんでしたっけ、サイコロの出目が、そうなってくると、これも、出目ちっちゃい方のプレイヤーはですね、あ、デメ大きい方のプレイヤーはですね、次のターンの終了時まで、モンスターの効果が発動できなくて攻撃宣言ができません。はい、相手はだから、つまりモンスター効果を使わず攻撃をせずにこの盤面を突破するしかありません。はい、そんなことはね、現代遊戯王ではね、基本的に無理なんですよ。はい、どうぞ。なんかこれあれかな、ホルスギミックを使って、なんかジアンデッドヴァンパイアみたいな、あ、ちなみにホルス出ません。なぜかというと、モンスター効果を使えないため、イムセティの効果を使えないからですね、墓地に ホルスが行かないからです。イムセティの効果使えないんで、モンスターを出すための準備ができません。相手は うわー、パラダイスマッシャー最強。なんかさ、俺強くないハンド、さっきからなんかベイガマックスとデスガード絶対引くんだけど、マジ最強なんだけど、ハンドこれ先行欲しかったな。めちゃくちゃ最強動き、しかも緊急テレポートも引いてた、手数鬼出るっていうね。サイレントアングラー、やばい。アストラルクリボー、はい。なんだろう、シャークか。
シャークデッキか。アストラルクリブやばいな。アストラルクリブはちなみに素材になるとなんか、モンスターが戦闘で破壊されないみたいな、効果と戦闘で破壊されないみたいな、そういうね、なんかクソ最強耐性が付与できるんですけど、あーやばやばやばい、おいおやばいぞ、おいちょっと待って、アストラルクリブ素材やばいって。このカードは他のカードの効果を受けない。うわ、これえ、これってさ、素材取り除いてなんとかなんのこれ。これさ、このフィールドのこのカード素材として収集者もさ、いくらの効果を得る。うわ無理だ、これ無理じゃね。これさ、このかかり方ってさ、素材取り除いてもなんか耐性消えんかった気がするんだけど、ちょっとどうだっけな。あれこれ耐性消えんだっけ。これ耐性消えないよね。なんかこの黒効果を得るみたいな効果ってさ、なんかさ、素材がなくなってもなんか別に適用ずっとされてるから、なんかその結局素材を外しても戦闘破壊されないみたいな、耐性はずっと付与できててみたいな。これさ、これでさ、第3条ちなみにフィールドのエクシーズで届けるんですけど、これでまあ、クラッタ持ってきつつ相手の素材を1個取り除くという話がありまして、でこれでアストラルクリボをぶち抜くじゃん。でクラッタ特殊するじゃないですか。でこいつがちょっと待って、クラッタ効果でまあミアンダ特殊、はい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 、でこれでどうなってるかって話。うわ影響、うわ無理だ、やばい、ちょっと待ってこれどうすんのこれこれどうすんのこれ、やばい、バックザコックやばすぎる、バックザコックやばい、ちょっと待って、お前ふざけんな、料理しろお前、お前そんなとこで腕組んで遠藤しないで料理しろやてめえ、クソ、ちょっと待ってマジでやばいぞこれは。いやこれやばいぞ、ちょっと待ってくれマジで。パラダイススマッシャー出したらなんとかならないからパラダイススマッシャーとか出したらなんとかなりません、なんとかなったりしませんかね。どんだけ頑張ってもあいつ突破できんくね。これタロスエレスクルムギアスとか入れてないとあかんやつ、これタロスエレスクルムギアス的なやつ入れてこないとこれ突破できないんじゃね。これバトルフェイズとかに入ってもさ、ぶん殴れないね、これね。エクシーズアーマーフォートレス出す意味もほぼないな。よし、あと時間な時間なくてくさ、一応エクシーズアーマーフォートレスの効果使ってこれ持ってきといて、まあ、ダークナイトランサー出してくか、念のため出したから何なんだって話だけど、これだからなんだ、だからなんだかすごい、助けてうわパラダイスマッシャーの効果発動2425、あーいや、じゃあいいです、相手は、モンスターの効果を発動できず攻撃宣言ができねえ、次のターンの終了時まで、うわだからなんだ、ちょっと待ってくれバックザコックからどうやって突破するんだこれ、やばくない、メインフェーズ終了前、くさやばい、これ永遠にターンエンドしてくるぞ相手、やばい、これ永遠にターンエンドしてくる、これまずい。アストラルフォース、あアストラルフォース回収できるみたいなことなんですね、どちらに存在する場合、あそういうことか、あ分かったぞ、待ってこれ奇跡起きる可能性あるね、これ相手がもしデッキ切れを狙ってきてるタイプのデッキだとするのであれば、ちょっとテンパイル対策になってるの、これそういえば、ちょ冷静に考えてさ、このバックザコックっていうモンスターテンパイ流対策として神モンスターじゃね、実はテンパイ流このバックザコック抜けないんじゃね、これ出たわ、来た、そういうことか、これテンパイ流対策デッキってこと、俺お前天才かよ、絶対抜かないやんバックザコック、だってあのデッキサロステルス入ったやもん、貫通ねえしダイレクトアタックねえしな、あてかダイレクトアタックとかいう説あったのか、これあれだろ、ワイルドボーピートしたらワンチャンとか、いやでも俺は完全にひらめいたぞ、俺は完全にひらめいた、つまりこのドローフェーズのドロー前にアストラルフォースを一生回収し、エンドフェーズのアストラルフォースを捨て続けることによって俺はデッキ切れをしないゴミみたいな、ゴミみたいなギミックでてめえのデッキの方が早く消えるぜ、26枚対16枚なんですけど今現状、これワンチャン俺アストラルフォースを一生回収し続けることによって相手のデッキの方がこれ先に切れますよ、これこれワンチャンあるんじゃないですか、マジである、相手ドヤ顔でなんかバックザコック横で置いてっけど、さすがにさ、もうターン長いわ、さすがにこれ諦めないって、これさもしかしてエクゾーディアとか入ってるわけじゃないよね、これさエクゾーディアそろって言うんだったらこれ絶対そろそろそろって言うんだ、絶対入ってないだろこれ多分、これいったかワンあるぞこれマジで、これ相手なんでサレンダーしねえんだ、
ちょガチでちょっとチェーンうるせえな。でラン、これ俺のデッキは一生減り続けないっていう最強のムーブなんで。さあターン71 ターン71は草。ちょっともう疲れた、もうさすがに。おーい、なんでラスト1って、ふざけんなマジ、入ってんのかよ、なんだよ最後の一番下に眠ってたってこと、入ってんだったら先打ってくれる。